オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供、フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は7月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは7月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。フランス軍に宇宙軍司令部を設立、マクロン大統領が発表、アメリカ・ロシアに対抗。7月13日土曜日、エマニュエル・マクロン大統領はパリ祭を前にパリの国防省で演説し、今年の9月に宇宙軍司令部を創設すると発表しました。7月14日、パリ祭が行われ、フランス中がトリコロールに染まる。7月14日日曜日、フランス共和国の設立を祝う式典、パリ祭が行われ、シャンゼリゼ大通りではフランス軍によるパレードが盛大に行われました。フランス年金制度改正案概要を公開。その中身は、7月18日木曜日、年金制度改革委員会のジャンポール・ドゥルボワイエ氏はフランス年金制度改正案をフィリップ首相に提出しました。フランスの有力紙ル・ポワン氏がその概要を公開しています。フランス大統領官邸エリゼ宮の経費の内訳は、お皿の購入におよそ4000万円。7月18日木曜日、フランス会計監査院は2018年の大統領官邸エリゼ宮の経費の内訳を発表しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は7月14日パリ祭が行われ、フランス中がトリコロールに染まるです。7月14日日曜日、フランス共和国の設立を祝う式典パリ祭が行われ、シャンゼリゼ大通りではフランス軍によるパレードが盛大に行われました。パリ祭は1789年7月14日に起こった、後にフランス革命のきっかけとなるバスティーユ監獄襲撃事件を記念して、1年後の1790年の7月14日に行われた連盟祭が起源となっています。日本では1933年の映画キャトールズ・ジュイエの放題パリ祭がそのまま残ったため、現在でもパリ祭と呼ばれていますが、このように呼んでいるのは日本のみで、フランスではフランス語の7月14日という意味のル・キャトーズ・ジュイエ、英語圏ではバスティーユデーと呼ばれています。今年はフランス革命のきっかけとなったバスティーユ牢獄襲撃事件から230年にあたります。このパリ祭で一番華やかなのが、コンコルド広場と凱旋門を結ぶシャンゼリゼ大通りで行われる軍事パレードです。
196台の軍用車の車列、憲兵隊の騎馬兵が237機、40機のヘリコプター、総勢4299名が凱旋門からコンコルド広場まで行進しました。今年の式典はフランスだけではなく、ヨーロッパの連帯を象徴する演出が行われたのが特徴です。シャンゼリゼ大通りの上を飛ぶフランス空軍のアクロバット飛行隊とともに、スペイン軍とドイツ軍の軍用機、イギリス軍のヘリコプターが飛行しました。また、フランス軍が開発している軍事技術の一つである、空中を自由に浮遊して移動することのできるホバーボートが登場し、話題となりました。式典の最後は、コンコルド広場でフランス国歌ラ・マルセイエーズの合唱が行われ、同日夜フランス各地でパリ祭を祝う花火が打ち上げられました。パリでは23時からエッフェル塔でおよそ30分にわたって打ち上げられた花火がパリの夜空を明るく照らしました。そして各地でコンサートやダンスパーティーなどの様々なイベントが行われ、フランス中がお祭りモードに染まりました。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では、早速、お聞きください。14 juillet Une fête nationale tricolore Dimanche 14 juillet, la fête nationale a eu lieu pour célébrer l'établissement de la République française. Le défilé militaire sur les Champs-Élysées était très animé. Le 14 juillet vient de la fête de la Fédération qui a commémoré en 1790 la prise de la Bastille de 1789, celle-ci ayant provoqué la Révolution française un an plus tard. Au Japon, et en japonais, on appelle encore ce jour le Festival de Paris, car le titre japonais du film de 1933, 14 juillet, était le Festival de Paris, et reste inchangé. Or, ce n'est qu'au Japon que ce jour est appelé ainsi. En France, on dit le 14 juillet et en anglais Bastille Day. Cette année marque les 230 ans de la prise de la Bastille qui a déclenché la Révolution française. Le plus spectaculaire à Paris est le défilé militaire sur les Champs-Élysées qui relie la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe. Cette année, 4299 hommes et femmes
ont formé les rangs de 196 véhicules militaires, 237 soldats à cheval de la garde républicaine et ont marché de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, accompagnés de 40 hélicoptères. La cérémonie de cette année se caractérise par la mise en honneur non seulement de la France, mais également de l'Europe. Des avions espagnols et allemands, des hélicoptères britanniques ont survolé les Champs-Élysées aux côtés des forces françaises. En outre, une des technologies militaires développées par l'armée française, un hoverboard pouvant flotter et se déplacer librement dans les airs, est apparu et est devenu la star de l'événement militaire. Pour clore le défilé, une chorale a interprété la Marseillaise sur la place de la Concorde. Pour finir, le soir même, des feux d'artifice ont été lancés dans toute la France pour célébrer la fête nationale. À Paris, un feu d'artifice s'est déroulé pendant environ une demi-heure à partir de 23 heures depuis la Tour Eiffel et a illuminé le ciel nocturne de Paris. Divers événements tels que des concerts et des soirées dansantes ont eu lieu à divers endroits, rendant la France entière particulièrement festive. Au Japon, le Centre culturel français et l'Institut français du Japon, géré par le gouvernement français, ont organisé des événements liés à la fête nationale, notamment à Tokyo, Osaka et Nagoya, du 10 au 17 juillet. Sébastien 先生、ありがとうございました。毎年世界中から国賓が訪れ、シャンゼリゼ大通りが厳粛で特別な空気に包まれます。ぜひ来年はこの時期にフランスを訪れてみてはいかがでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので入門者でも安心です。
試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。